2000年の淡路花博に結成された淡路地区合同バンドは、その翌年から連続出場を重ね、今回は淡路の元気届けますザ・ファイナルをテーマに、中学生の元気あふれる演奏演技を披露します。後方には3000人に出たくても出られなかった高校生と、それをサポートする社会人バンドが加わり、淡路島の力が大結集。ドームで演奏した思い出の曲をよりすぐってお届けします。ではどうぞ。
淡路島から参加してくれました淡路地区合同バンド。見ている人が楽しんでもらうにはプレイヤーが一番楽しもうと心がけているということで、まさに笑顔で楽しい気持ちにさせてくれました。青い色が淡路島を取り囲む青い海に繋がりますね。とっても爽やかな演奏演技でした。前半の吹奏楽隊とカラーガード隊、息もぴったりでしたね。淡路の元気いただきました。ありがとうございました。次は実に第1回から連続出場の早稲田摂陵高等学校ウィンドバンドの皆さんです。1回目は阪急少年音楽隊としての出場、現在は女子バンドになり学校名も変わりましたが、伝統のスタイルのマーチングはしっかりと受け継がれています。今日は第1回に出場した憧れの大先輩も一緒にこのマーチングに参加します。どうぞお楽しみください。それではウィンドバンドの皆さん、どうぞ。
歴史、伝統をたくさん感じる早稲田実業のプログラム、京セラドームですが、西宮球場、そして神宮球場で応援しているような気分になりました。女子バンドの鮮やかなマーチングでした。そして初めの方に登場してくださいました、第1回に出場された阪急少年音楽隊、当時の少年だった5人の皆さん、もう一度真ん中へどうぞお越しください。第1回の出場をしてくださいました阪急少年音楽隊時代の当時の少年の皆さん、今日の出演でお考えられたことと思います。ありがとうございました。続いては大学団体で唯一3000人の吹奏楽に出場している近畿大学の皆さんです。大学生らしく一つ一つの音に魂を込めた音楽を心がけてきました。今回はファイナルにふさわしいステージになるように近大スピリットを込めて演奏を披露します。それでは近畿大学の皆さん、どうぞ。
イメージしたもので、堂々とした力強い演奏演技、さすが大学生の風格でした。このローマの学生さん、近代らしさ、力強さから一番現れていることは何かと考え選んだということですが、やはり大学団体、見事な迫力でした。魂のある音を込める近代スピリット、お客様にしっかり届きました。ありがとうございました。ありがとうございました。続いては滝川第二高等学校吹奏楽部の皆さんです。私のテーマは Next Flight to the Future、 未来へ羽ばたけと題しまして、私たちが日頃から大切にしている音楽を通して希望あふれる未来に向かって突き進む姿をお客様に感じていただけるよう演奏いたします。実に14回の演奏の機会があったこの3000人の吹奏楽に感謝の気持ちを持って、本日はこの4年間の卒業生を含めた総勢170名で演奏演技いたします。それでは滝川第二高等学校吹奏楽部の皆さん、どうぞ。
ハーフリー、コロナで中止になっていた間、学校演奏会では披露していましたが、この京セラドームで演奏演技できなかった曲です。高校生の時出場できなかった先輩も一緒にこの京セラドームでメロディーを奏でることができました。本当にかっこよかったですね。素早い足さばきとステップ、脚力のある滝川第二高校として定評がありますが、音の強弱、メリハリのある演奏演技もさすが総勢170名、ファイナルにふさわしかったです。滝川第二高等学校吹奏楽の皆さん、ありがとうございました。続いては箕面自由学園高等学校吹奏楽部チアリーダー部ゴールデンベアーズの皆さんです。元気、勇気、笑顔、青春 120% ノーリミットをテーマに、世界中の皆さんに愛され続けているヒットナンバーを中心に、おなじみの若さあふれる演奏とダンス、そして最高の笑顔で盛り上げていただきましょう。それでは箕面自由学園高等学校の皆さん、よろしくお願いします。Thank you.
ですよね。驚きましたね。サプライズで出演していただきまして、今年もやはりこの明治中学園に元気をもらいました。もうドラム隊員の皆さんのすごかったですね。もう息を呑む、本当にプロじゃないかというぐらいの素晴らしいプロです。プロですね。もうね、ドヤ顔も本当にかっこよく決まっていたので、はい。美濃自由学園高等学校吹奏楽部、そしてチアリーダー部でした。ありがとうございました。やじめさん、ありがとう。ゴールデンビアーズとね、このツーショットが良かったですね。お待たせいたしました。いつも楽しい演出で会場を沸かせてくれる大阪府立淀川工科高等学校吹奏楽部の登場です。本学では遠藤大工科高校で、しかも未経験の新入部員が練習に練習を重ね、淀川吹奏楽部の伝統を受け継いでいます。3000人の吹奏楽が最後となるので、ありがとう3000人の吹奏楽と題し、 OB、OG も参加し、感謝を込めて表現します。よどこおなじみのあの曲も出てきます。楽しみです。会場の皆さんも手拍子をお願いします。それではどうぞ。
バーガン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 バーヘイガイカメはいつも燃える人々の中さは遠いゴール目指す歩き思いを乗せて足のゴールは君のため羽ばたく翼さささやかれてのジョイイエイ君に思い出さなおさら今回も淀川最高のパフォーマンスありがとうございました。ファイナルですが、やはりこう前に進みたくなるようなそんな元気をいただきました。六甲おろしに始まり、おなじみのホップ、ステップ、ジャンプ、そしてバックトゥーザフューチャーではデロリアンが登場し、博士の頭が見えているのが面白かったですねこのドームに、ワールドカップのサッカーの試合までね、そうでしたね、ガンバ大阪ですかね、はい、大阪でね、ありがとうございます。OB、OG も参加しての淀川でした。もう一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。カンテレ開局65周年記念。3000人の吹奏楽ファイナル、いよいよフィナーレとなりました。フィナーレの準備の間、1961年初めて開催いたしましたこのイベントの歴史を少し振り返っていきましょう。合同演奏春の吹奏楽として始まったこのイベントは、翌年から2000人の吹奏楽とタイトルを変更しました。その年、チャイコフスキーの序曲1812年を演奏した際には、西宮球場に大砲を持ち込み、楽譜の指定通りに空砲を鳴らすと
良い演出をいたしました。屋外球場での開催は明るい時間から日が暮れてだんだんと暗くなっていく様に合わせて演出が考えられていた時代でした。西の野球場、懐かしいですね。屋外ですから天気も大変だったですよね。雨の日はね、ちょっと苦労したこともあります。それが2000ですね。さあ、そして1989年、平成元年には3000人の吹奏楽とタイトルを変更しました。1993年にはなんとギネスブックに挑戦し、世界最大のマーチング5034人という記録を打ち立て、見事に当時のギネス世界記録に認定されました。とにかく動きながら演奏しないといけないので、球場をいっぱい見つかってぐるぐる回りながらマーチングをして記録を達成しました。5000人ですね。さあ、そして夜ですね、光の演出も加わるとこのように鮮やかなシーンが出来上がりました。上から見るとこんなカラフルな光の輪が出来上がったのですね。2003年には会場をここ京セラドーム大阪に移して、3000人の吹奏楽の新たな歴史を刻んでまいりました。第50回記念から前回までは一般の方々にも参加していただき、合同でアルメニアンダンスパート1を演奏しました。雨の心配がなくなったため、各出場団体思う存分演奏を演技していただき、今日を迎えています。ドームの中でも花火の演出が続いています。様々なライトを使った楽しい演出も毎回皆様に楽しんでいただけたのではないでしょうか。時代が、ね、変わってきても、ね、この受け継がれている、ね、この演出、そして皆さんの思いとは、ね、変わらないですよね。今日のグランドフィナーレがどんな風になるのか、どうぞ楽しみになさってください。ありがとうございました。先ほどもご覧いただきましたが、最初は1000人から始まり、2000人、3000人と人数が増えるに従い名称も変更してまいりました。会場も西宮球場からここ京セラドーム大阪へと変わり、その時々の趣向でいろいろな演奏演技をしていただいたほんの一部をご覧いただきました。さて、この後フィナーレの1曲目のアルメニアンダンスパート1の準備、ほぼ整ってまいりましたが、長い間3000人の吹奏楽にご尽力いただき、おととしお亡くなりになりました淀川工科高校の丸谷昭夫先生がアルメニアンダンスに寄せる思いを語っておられるシーンをご覧ください。この3000人の吹奏楽、このフィナーレといいますと、第50回から毎年演奏していますアルメニアンダンスパート1ということですが、改めてどんな曲か先生からご紹介いただけますか。吹奏楽のために書かれたアルメニアンダンスパート1は、アルメニア教徒の民謡を素材にした5曲ダンスですね、それを5つの楽章に分けて書いてるんですけど、どういうんですか、オーケストラでいうベートーベンの大工ね、吹奏楽がのこのアルメニアダンスがいつでも一般の皆さんに親しんでいただけたらと思って毎回毎回やってるわけでございます。丸谷先生にとってこのアルメニアダンスパート1というのは、言ってみれば恋みたいな感じですか。もうその通りですね。もういつでもずっとやってるわけです。どこ行ってもこの曲やって、そのうちに皆さん覚えていただけへんかなと思って、もう次の世代まで残したい吹奏楽曲の一つですね。
丸谷先生のこの映像は前回の2018年テーマが音楽に恋しているということでここでお話をした。もう今もきっと丸谷先生はここにいらっしゃると思います。こちらにいらっしゃるのはアルメニアダンスパート1を今日指揮してくださいます淀川工科高校の出迎え高幸先生です。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。出迎え先生はずっと丸谷先生のそばに一緒に音楽活動されてきました。今のお言葉どのように感じられましたか？そうですね、やっぱり涙が出てきますよね。もう本当にすごい方だったので僕たちも横でいつもサポートしたりとかお手伝いさせてもらってたんですけれども、やっぱりこう年々やっぱり吹奏楽界においてはもうなくてはならない存在でしたので、やはり先ほどのビデオを見てもやっぱりちょっと涙が出ます。はい、今回アルメニアダンスパート1演奏ということですが、どんな思いで練習してこられましたか？そうですね、この演奏される方々、それから後ろでね、いろいろとフォーメーションを組んでいただける方々が、おられますが、先ほどもリハーサルをさせていただきまして、スムーズにことが進んだんですけれども、この本番においてはですね、やはり丸谷先生に思いを届けたいと思いますので、本当に一人一人が前向きにですね、音楽をしながら、演技をしながら、このアルメニアダンスを演奏したいと思っております。はい、それではアルメニアダンスパート1よろしくお願いします。
ルメニアナッシュパート1の演奏でした。続いては伝統ある3000人の吹奏楽の歌を第1回から出場している呉羽小学校の皆さんと、今回は呉羽小学校の卒業生も加わったコーラス隊の皆さんに歌っていただきましょう。会場の皆さんもぜひ一緒に歌ってください。指揮は畑和夫先生です。
1000人の吹奏楽になりました。Thank you.
本当に終わってしまったんですね。もう皆さんの吹奏楽への思い、音楽への思いが結集したフィナーレとなりました。3000人の吹奏楽のこと、どうぞ皆さん忘れないで、ずっと心に留めておいてください。長い間応援いただきありがとうございました。テストです。テスト。